はい、ということで今回の特別講師いきましょう。天の全員来たよね。ということで今回は、はい、大村さん呼びたいと思います。チャンピオン、トップチャンピオン。あ、結構いい靴履いてんね。はい、あ、そうか、一応ブルーベリー学院には来たけど、リグン部の部室には来てないのか。ということで、確かにここ、柿翼とのやりとりがあるので、はい、行ってみましょう。あ、そっか。あの場面にいたもんね。まあ、ハッタクさんともね、はい、やりとりしてましたからね。はい。はい、ちょっと話しましょうか。はい、忙しそうですね。ああ、なるほど、営業目的でもあるんやな。はい、あ、はい、あ、まあ、今回ちゃんと正式に行ってますからね。まあ、ちょっと一旦断ろう。はい、でもう一人読みましょうか。まあ結構イベントは発生率高いんですけど、リップさん呼ぼう。はい、これでまたイベントが発生しますということですね。はい、そう、リップさん、あ、めちゃくちゃ嫌みやねんけど、通じてないな。リップさん、大村さんのこと苦手だぜ。メイクアップアーティストだったはず。あー、モデルもやってるんだ。確かに発光シティにさ、あれあるもんね。リップさんの顔が、はい。素人ね、はい。はい。ということで、まあ、改めまして、バトルしましょう。いきましょう。まあ、渋いな気がするな、バトルは。おう、キラフラ先頭に置いてる。ちゃんと学習してる。はい、アクアステップかな。はい、じゃあ次、一発だとしなかったきつい。毒化粧で毒引きが巻かれますと。壁ですか。もうちょっと2回目、はい、一発で倒せなかったんですよね。そう、毒化粧、毒引きが2回巻かれると、まあ1回だと普通の毒状態になって、2回巻かれると猛毒状態になるので、毎回ターンごとにダメージ量がね増えるんですよね。ドラカルト、ドラカルトか。あ、こま行こう。氷タイプでの、あ、なんだ、はい、スピナーでいこう。スイッチやけど抜群チケット。はい、あー、なるほど、ドラパート防御低めだから、わーお、そんなん覚えてんのがいい。結構ガチだな、ドラパルト。剣達の頃はめっちゃ強かったんですけど、今はどうなんだろう。まあ、今弱くはないと思うんだけど、600毒だし。はい、セイ。エスパトラ、エスパーか、エスパーか、エスパー、マスカーニャでいいか。まあ、毒状態になっちゃうけど、これはしゃあなし。
さあ、ちょっと猛毒にね、なっちゃうんですよ。マジ、そういうことしてくるんですか。その戦法をあのチャンピオン戦でやっていればめちゃくちゃ苦戦したと思うんですけど、まあただ下に中身のターンも遅れちゃいますけど、まあ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 、でもこの戦術をあのストーリー中でやっちゃうとやっぱりちょっと難易度が高すぎるからってことなのか。クレベース、はい、クレベース、じゃあミミズでいきましょう。まあミミズはね、鋼タイプが入っているので毒ビチが巻かれてようが毒除染にならないので、またこれ毒タイプがいると毒ビチは回収されるんですけど、鋼タイプの場合はそれは起こらないって感じですかね。はい、ただ毒状態にはならないだけで OK。 まあこれですよね、物理防御はめっちゃ高い武器物なんで、まあそれは耐えてくるでしょう。しかも多分特性が多分なんだっけ、頑丈なんでどの道1回耐えられるので、ブリガロン、草角とまあじゃあラウドボーンでいいや。まだ御三家解放してないんですけど、どこで捕まえたんですかね。じゃあカウス地方行ったな、もしくはポケモン GO やっとるな。まあ毒状態になるけども、これは仕方がない。ここも火炎放射でワンパンしましょう。じゃあ最後はあれだ、ドドゲザンか。はい、やるやん。まあまあ、じゃあ使ってないパーモと行きましょうか。格闘がね、どうだろう、あれ使ってくるか、テラサ使ってくるか。あ、はい、じゃあどんち格闘は悪だろうが鋼だろうが、あーでもどうだろう、別のタイプかな。わあきつい。まあインファイトで、はい、まあドドギザン艶感はあるけど、まあ悪格闘だからあんまり光感はないって。わあ飛行テラストル、マジか。格闘タイプやってるやん、対策できてるやん、読まれてる。まあでも半減でこれか。じゃあこっちをちょっと手出したりしよう。先行攻撃、飛行テラスということは全タイプ弱点ですよね。でパーモットでよかったと思う。ここで電光掃撃を食らいなさい。おえい。いやーでも普通にガチ戦法を使って手ひよるやん。まあ、そらネモちゃんからも尊敬されるわな。まあ、ってことは、まあ、あのチャンピオン戦は手を抜いてたってことなのかな。一応、光は止まり、はい。はい。なんでしょう。お、ピック、おう。ビッグフォー四天王ってこと。これか。じゃあなんか
ファッションが渋滞してるけど、はい。はい、ついでにリップさんに負けてみました。やったっけな、やった気もするけど、まあいいや、ついで、はい、600円。あ、はい、マジで、あ、まあ、ちゃんとやってますよ。まあ、確かに、はい、アピールを欠かさないということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。